はい、皆さんこんにちは、ジョタです。すごいですね。ちょっと変えてみた。変えてみたんですね。そう、はい、今日はい、なんちょっと変わんねえんだ。ちょっと変わんねえんだ。ちょっと声張っただけで。あ、そう。はい、今日はさっきあのデカビダのね、前回 CM のお話。前回とかわかんないじゃん、どういう使い方するか。そうだね。これ取り溜めしてますからね、皆さん。そうね。本当に。本当ね。まあ変なことばっかり言うからさ。まあまあ、デカビダのね、CM のイメージがすごいあるんですけど、まあ過去にもいろいろこう CM 出られてます。出させていただきましたよ。ね。でもね、デカビタはやっぱりね、みんなに印象が残ったのかな、やっぱカズさんと岡野さんと俺でね。そう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 。あれ、そう、流れてから、もうデカビタ、もう見るの恐怖症で。え？どういうことですか？もうね、街とかちょっと行くじゃない、はい、そうするとね、わーっつって、ちょばーって言われて、うん、で、わーっていなくなるわけ。大阪でね、面白かったな。わーってどっか行っちゃって、はい、なんだこれ、つって、大阪の人すげえなと思って歩いてたら、そう、そしたらね、またね、自転車でわーっと戻ってきて、ちょうだい、出さーっつってね、デカビタ買ってきてる。あー、なるほど。そう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 。プレゼントしてくれるわけですね。プレゼントしてくれるわけ、ね、あー、なるほど、ね。デカビタやっぱり皆さんの印象にの、まあ、ありますよ、僕も。このチャンネル世代の人たちはね、多分すごいあると思うけど、はい、まあ、過去には俺、いろいろ実はやらせていただいてた。あー、そうなんですね。ローカルもやってるしね。あ、そうなんですか。そう。ローカルは九州でね、はい、まあ、九州で、まあ、塾のね、スバルさんっていうね、塾の、まあ、俺も頭良かったからやっぱりね。いや、もうキャスティング間違ってます、ね、いやいや、キャスティング間違ってねえよ。間違ってないよ。そう、そういうのやってたんだけど、まあ、これスバルさんのね、ちょっと俺大変なこう事件が起きたんだ、この時。え、あの、俺若…言って大丈夫なんですか？言って大丈夫、言って大丈夫、大丈夫、全然、はい、もう時効でしょ。あれだ、危ない、危ない。絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。ジョーチャンネル、そういう話じゃないよ。いや違うの、あのそこのプロデューサーの方がいて、はいはい、でまあ台本通りこういう風にしてボールをパーンって蹴ってね、うん、スーンってやってくださいみたいな感じのやつやってたら、はい、したらね、カメラね、15メーター20メーターぐらいかな、はい、離れたとこからこう撮ってて、うん、でこうドリブルしてかって最後にパーンって蹴ってくださいみたいな、うん、でドーンってカメラのこうファーっていったら座るみたいな、出て終わるみたいな、かっこいい CM で、ね、その絵コンテをもらってそうやってたんだけど、カメラに向かって蹴ってくれってわけ、うん、臨場感が欲しいから。あ、だけどこれ本当に 15m20m だから思いっきり蹴って本当当たったら壊れますよって言ったの。だけど大丈夫だと、もう全く問題ないんでやってくださいって言って、ね、まずリハちょっと取りましょうかって言って、はい、リハでちょっと蹴ってくださいって言われた時に、俺やっぱり緩んで、うん、一回こういうイメージでって言ってこう動いてポーンって蹴ってちょっとカメラの上を外したわけ、うんうんうん、そしたら、いやもっとバチーンって感じで来てくださいって言うから、はい、まあリハーサルもう一回やりましょうっつって、はい、でこうやってやって本当にいいのかなと思って、うわーっつってバーンって蹴ったの、はい、そしたらカメラガーンって当たっちゃってカメラバーンって壊れて300万パーだよ、パー。本当ですか？で撮影一旦中止になってさ、うん、それで2時間ぐらい待ち、でカメラを他から取り寄せてみたいな、すっげえでかいさ、いいカメラだったので、何をしたかって次アクリル板をつけて、あ、やっぱそうですよね。そうやったんだけど、これ面白いことにやっぱアドレナリン出るじゃんで申し訳ないなっていうのもあったんだけど、でもね、当ててくれって言うんだからと思って、うん、それで本番やったので、本番一発目こうやってやってバーンって当たったら、今度アクリル板ガーンっていって、アクリル板が吹っ飛んでカメラガーンっつって、このレンズ壊れちゃってさ、2回だよ。あれレンズだけも相当高いでしょ、あれ。いや、高いと思いますよ。そう、プロデューサー当たんないと思ったね。あ、もうスタッフ凍りついちゃってね。まあそうなりますよね。そう、なんかやってくれって言うからさ、いやいや、まあ、やったんだけどさ、いや、まあそのやってくれの範囲ですよね。まあそう、いや範囲じゃないよ、俺が悪いみたいな感じでさいろいろさ、 CM ってさ結構さ難しいんだよ。あるんですね。あるよ。なんかこっちも責任感じちゃうじゃん。いやいやいや、で俺だ言ったんだよ何回も、はい、いや本当に当てますよっつって、はい、いいんですかって言ったら、いいんですよ、全然当ててくださいって本当にこうそれ以上が欲しいんでってそれ当たっちゃってさそう、だからそれもね、そういうのがあったりとかさ、あ、まあローカルだとね、あとはまあ車とかもやったことあるね、昔ね。そうなんですね。あのね、どこかの販売店のね、鹿児島でね、はいはい、鹿児島ローカルなんで、そういう CM をやらせていただいたりとかね。まああといろいろやってるよね。アシックスとかね。ああ、アシックスね。昔ね、アシックスと契約をさせていただいたんで、その時に、まあ、有森裕子さんとあれかな、あれで。有森さんと。そう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 。あとキリンメッツさんと、ね。ああ、メッツ。メッツコーラ。メッツコーラの
明日の女王バージョンみたいな感じで、はい、なんかそういうこう企画があったんだよね、はい、で女王だから、はい、女王つながりでみたいなので出てくださいみたいな、そういうので出たりとか、まあ、メッツはね2回ぐらい出るのかな、あ、矢部さんとね、矢部さんないないの、そうそうそう、トライアゲンっていうなんかね、そういうこう題目のやつで、はい、昔を取り戻せみたいな、そういうので矢部さんとね、リフティング、矢部さんリフティング得意じゃん、あ、そうですね、なんかそういうこういろいろまたいでとかさ、いろんなのこう技を見せて、で最後に矢部さんはジャンピングボレーみたいな、で俺オーバーヘッドかなと思ったら、ジョーさんは前宙してくださいみたいな、サッカーじゃないじゃん、40超えてたと思うよあの時、なんか前宙の体操の先生みたいなの来るわけ、はい、それで一回練習しましょうかとか、まあいろいろ言うわけだけど、俺はいらねえと、何年俺は前宙やってきてんの、そうそう、前宙って言ったら俺だと、前宙も任せろと、で結局マットを引いて怪我したら困るからって言ってマットを引いてやりましょうって言ったんだけど、マットはいらないと、もうそんな臨場感出ないし、ダメだよっつってマット全部どかして、へえすごい、そう、でも本当にできるかドキドキしたからさ、そんだけど、そこまで言っちゃってね、そう言っちゃってね、バッカーンなと頭からガーンってさ、もうさ終わりじゃん、そうだけど3本やったんだけど、もう全部成功してる、へえすごい、そう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 、やっぱ感覚なんだろうねあれね、まあ体がね信じてる、そう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 、まあそういうのやったりとか、調べたら41だそうです、あ、43、7年前、7年前、でも多分今でもできると思う、体重が増えても関係ない、ああ、もう感覚だから、感覚だから、そういうのやりません今度、やらないよ、やりましょうよ、危ないじゃんそんなの、万が一ってことあるから、ね、そういうのはやめた方がいいと思うよ、多分フルピーはやってみればいいじゃん、多分俺できますよ、多分絶対できないと思う、俺できます、できます、だってバク転とかもできないでしょ全然、うん、いや普通バク転できる人います、いやバク転は中西英介さんってさ、ジェフ時代にね、英介は側転からバク中だったの、うん、いやあれ心身ですよ、そうだね、すごいでしょ、うん、だからあれを圭介に教えてもらってね、あ、できるんですか、俺できるよ、すごいな、あれもだからこうこの初動とこうタイミングだから、大体僕は側転できないです、側転もできないの、実は俺はやばいよ、側転できないです、こうついて足がこう曲がっちゃうタイプだ、そう、綺麗にああいうふうになってないんです、で僕はできてると思ってるんですけど、いやでも前兆も綺麗でしょ、勢いでしょ、引き酔いとかっつってるけどっていうのは絶対できない、いやいや、ほんと体育館借りてやりましょうよ、いや、やんないよ、いいよ、そんなの、ね、上昇して、50枚にして前宙できる、でも絶対怪我するよ、いや、だから怪我しない程度にやりますよ、マットとか怪我したらだって使えないじゃん、YouTube で、だからこれ今言って、うん、それがやらないってことは、あ、怪我したんだなって視聴者の方に思ってもらえれば、まあでもそういう前宙をやったりとかね、JR 東日本とかも出たしね、え、東日本って結構いい CM じゃないですか、じゃあジェフのね関連で、まあちょうどさあれだよ、あの広瀬香美さん歌ってるね感じのさ、ゲレンデみたいな、いろいろあんじゃん、ありますあります、ああいうのかなと思ったら全然違ったの、なんかサッカーボール持ってジェフのユニフォーム着て、そう、江尻さんかな、江尻敦彦さんってね、今ヴェルディのねあれやってますけども、江尻さんとあともう一人ぐらいで、そう、 JR 東日本みたいなことやったからね、でもアシックスもさっき言ったけど、アシックスはなんかね、上半身裸になって黒塗りみたいなのさせられたイメージがあるんだよ、ね、ちょっと CM 流れる、これ出してみて、これ、あ、ダメ、使えないの、使えない、使えない、使えないのね、今何言い出したかなと思ってて、いやいや、そう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 、確かにイメージが、え、そんな感じで撮ってもうすっごい黒く全部塗って、それどう、ちょっとスタッフさん、それない CM、 いや、あるよ絶対、アシックスですか、アシックス、あ、もうないのかな、素材上がってないか、あ、これだ、あります、あります、あった、黒くないこれ、トレーニングしてます、ジャージ着て、それ違うか、あ、黒く塗ってないんだ、でもあれ、じゃあ違うよ、なんだ、記憶違いじゃん、いや、違う、ずっとやってんの、じゃあ何パターンかあるうちの1パターンがそれなのかもしんない、へぇ、相性みたいな、そう、それじゃないやつだ、じゃあもうないのかもね、本気ならアシックスとかついて言わされたんですよ、メーカー系はやっぱ多いじゃん、その後にナイキと契約して、うん、でナイキね、うん、あ、本気ならアシックスって最後言ってます、言ってるでしょ、うん、だからそれバージョンがあったはずね、まあでもそう考えるとその現役降りてからもまあやってますもんね、結構いい、まあそうです ね半分ぐらいは現役いただいて ねありがたいことですね、うん、だから CM ってね皆さんが思ってる以上にすげえ大変ですからね、あ、そうなんですか、テレビでさパーって見ててさ、はい、あーと普通に見るじゃない、はい、あれは本当に超長いからね、あー、まあ、拘束時間も長いしさ、え、でも1日じゃないですか、いや1日では取れないよ基本的に、あ、そっか、メインだもんね、ジョーさん、基本的に向こう側も考慮していただいて、うん、まあ俺が出る CM ですって言った時に、うん、ダミーっていうのがいいんだよね、
ダミーさんっていうのがいて、ダミーの人を、まあ俺と背丈が一緒ぐらいの人とか、カメラワークとかさ、そういうのをもう事前に何時間前に入って、こういう風にしてテストみたいなね、そういう人がいるわけ。だからその人たち大変だな。その人は大変ですよ、本当に。で、自分たち出れないんですから。そうだよね。いやだから俺、まあ、あの CM とか何かの CM の時に その方と話して、うん、大変じゃないですかって言って、うん、いやありがたいですってすごい言って、ね、まあそれでもお金もらえるしね。まあそうだけど大したもらえないでしょあれは。まあまあ確かに。でもちょっとでもメインだとやっぱ CM って結構いいんですよ。まあそうなんだ、ね、受かればね。まあだから私はそういう形でやらせていただいたっていうのはね。まあでもデカビタはねやっぱり皆さんのやっぱイメージだけど、本当3日間かかったから。やっぱりそれでもね、普通のサラリーマンの人たちよりもガッともらえる金額をもらってたわけでしょ、まあ、バブルな時代だったしね、あの CM で3000万ですよ。えマジっすか、すげえ。でよくよく後からいろいろ聞くと、カズさんが一番高かったね。ああ、で岡野さんが一番低かったっていうね。えそうなんですか、お前そんなにもらってんのかよみたいな感じで話してたね。まあそれは事務所が交渉したんだけどね。まあまあまあそう、俺たちはよくわかんないけど、うん、まあ3人でさ静岡行ってね、うん、でじゃあ CM 撮りましょうって言ったら夜飯食ったりとかさ、いろいろこうね空いてる時間に一緒にね、はい、みんなでわーって話したりとか、うん、カズさん全然別だから、ね、あ一緒に行動じゃない一緒に行動じゃねえのやっぱスタートね。カズさんはトレーナーを連れてきてね、はい、そう朝走ったりとかマッサージ、うん、あの空いてる時間に別室だからカズさんだけでマッサージして、で俺と岡野くんはああでもねこうでもねって言いながらね、なんか2人で喋ってねそうでもまあそういう差ですね。そういう差でやっぱり現役長く今でもやられてるかどうかですよね。体のケアちゃんとしてたか。何それ岡野さんのディスってああいやいやいやでもね当時からやっぱりカズさんは本当すごいプロフェッショナルだったしね、うん、そう私眠てえな朝と思ったらもうカズさんはピンピンできてるからね朝走ったり、うん、まあでも俺冗談たちもほらね、やっぱサッカー選手だからね、サッカー選手以外の仕事だとやっぱりこうね難しいじゃないですか、うん、まあ難しいってオフだったの、ね、そうオフだったから完全オフだね俺たちは、うんうん、岡野さんとかも、ね、でもカズさんはオフの期間でもやっぱりこうオフじゃないの、うん、やっぱその考え方の違いだよね、うんうん、そうだからそういうのはやっぱりカズさんすげえなってね、うん、見習おうとは思わなかった、思わない全く思わない。はっきりと思わないよ。オフがオフだもん。あ、ね、まあでも冗談切り替えうまいですもんね。切り替えうまいっていうかだからさ、大変だったよでも昔はね、うん。だからそのちょっとずれるけどオフの期間ね。はい、結局俺たちはもう完全休みたいからさ、うん、休んじゃうわけ、うん。トレーニングもしないし。でそうするとさ、やっぱり食べたいものもさ、やっぱ食べるわけじゃん。うん、ああまあそうですね。やっぱり期間中はさ、やっぱりさ、うん、ある程度こうね脂肪のこととかさ。はい、体のキレが悪くなったら困るとかさ、いろいろそって食事制限するんだけど、オフは関係ないじゃん、うん、だからもう好きなものを食うわけ、うん、で飲むじゃない。でそうなるともうオフ明けの合宿に行ったら10キロとか太ってるからね。あ、そんなにですか。そうそうそう。で昔ね松田直樹ね、松田直樹もあいつもそういうタイプだったから、うん、あいつもやっぱり10キロぐらい太るわけ。だからそれで今度合宿に入るじゃない、うん、2月ぐらいに合宿があるんだけど、合宿でこう絞っていくわけ、うん、で3月の開幕に向けていくっていう流れのやり方をやっぱりする人と、うん、もうやっぱコンスタントにちゃんとこうずっと やりながらやってる。まあこれどっちがいいかってね、うん、分かんないけど、まあでもそれで体はね個人で違うと思いますよ。だからヨシトもそう言ってたじゃん、うんうん、言ってました。ヨシトも全くやんないからもう大変だっつって、うん、魔の合宿になっちゃうわけよ、うん、で走りばっかりだから、うんうん、だからそれは辛かったけど、まあでもそういうやり方をずっと13年間ね、うん、やってきましたから。だからもうちょっと本当にちゃんと節制してやれば、うん、もうちょっと長くはできたかもしれない。いやでもそれだとほらストレス溜まっちゃったんじゃないですか、もしかしたらね。まあ分かんないけど ね、うん、だけどまあそういうやり方もあるというね、うん、はい、まあでも CM はね本当にいろいろやらせていただきましたしね、うん、いやいや面白かったですね、この裏話。そのカメラ2台も壊して、まあ、2台壊してじゃない。でもちょっと舐めてたと思うよその。あまあね、ね、臨場感でね、当たらないだろうと、15m も先から。そうそうそう、当たらないんだろう、もうほぼ弾丸ライナーでしょ。いやそうだよ、だからもうカメラ位置がこう地面がこうだと、カメラ位置がこの辺なのよ、ね、こう下からこう上がってきて、はいはい、それをこうグワーっていうボールをこう欲しかったわけね、多分ね。だからその通りに蹴ってやったよ。まあでもこの間僕はゴールキーパーやった時に、うん、真っ正面やられたじゃないですか、うん、まあでもそれできますよね、ジョーさん。だから真っ直ぐ蹴ってっていうね、
だからそこをやっぱりそう一応俺たちプロだったからね、そうそうそう、素人じゃないからさ、そう本当その通りだね、はい、まあ、だからああいうのをねやったりとか、まあいろいろね、はい、話はいっぱいありますけど、いやいやちょっと面白かったですね、またこうちょっとそういう裏話をまた、あ、またね、はい、ぜひぜひやりましょうね、はい、はい、ということで、また CM を募集しております、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。